香川県立観音寺中央高等学校は、香川県観音寺支店人長一丁目にあった、公立高等学校である。2017年4月1日に、香川県立三豊工業高等学校と統合して、香川県立観音寺総合高等学校となり2017年3月31日をもって閉校した。校舎は、 香川県西部の観音寺市中心市街地に位置しており、周辺には観光庁や図書館などの公共施設がある。1923年に観音寺町立観音寺商業学校として創立、その後幾度かの公名変更を経て1994年に現校名となる。かつては商業科や普通科、食物科などの学科が設置されていたが、 現在は総合学科のみが設置されており、1年生次は全生徒が共通の課程を学習するが、2年生になると、人文、国際系列や、自然、環境系列などいつつ、平成25年度入学生から、平成24入学生までは7つ、ある系列の中からいずれかを選択し、重点的にその系列科目の学習を行っている。その他に、 独自の取り組みとして開かれた学校づくりを推進しており、一年生次にインターンシップを行っているほか、挨拶運動、清掃活動や福祉施設訪問等のボランティア活動、地域住民を対象とした料理教室などを行っている。休校者平成24年度入学生まで、平成25年度入学生から4月または5月に、 関音寺市総合運動公園陸上競技場で行われる。クラス対抗種目として長縄飛びや綱引き、玉入れ、リレーでポイントを競う。6月に本校、関音寺、第一高校、三豊工業高校の関音寺市内に所在する3校が参加して関音寺市総合運動公園野球場で行われている野球の定期戦。スタンドでは応援部員、 生徒によるエールの交換及び応援も行われる。毎年9月に2日間にわたって開催され、2日目は一般公開される。主なプログラムは初日にクラス対抗下合戦、チアリーダーの演技や文化祭、ライブ、2日目はチアリーダー、演劇部、吹奏楽部の公演及びクラス、部活動の展示など。7月にソフトボールバレーボールリバーシが3月に サッカーバスケットボールバドミントンを行う。7月は全学年、3月は1.2年生のみの参加。ありがとうございます。